流進簡易道場の柳です。今日は自宅で畳2畳あればできるバット練習をお見せしたいと思います。残念ながら新型コロナウイルスのコロナ禍がなかなか収まりません。ですので道場ではなくて家でもできる練習方法を、ちょっと居合等でも危ないんですけれども気をつけて練習するということで、お見せしたいと思います。まずは壁を使ったバットの仕方、それから、床を使ったバットの仕方、2つを、やりたいと思います。どうしてもバットは右手で抜いてしまうところがありますので、できるだけ鞘引きで抜くような練習として、壁とか床を使った練習をします。このように壁とか柱に当てまして、そのまま抜きます。もう一度この状態で手を斜め前の方向に向けまして壁に当てます。その後鞘引きだけで抜きますという方法が1つ。それから次は、床につけまして、もしくは畳につけまして、この状態で抜きます。もう一度いきます。はい、このままつけといて鞘引きだけで抜きます。以上です。次は左右に抜き分ける方法を2本ずつ計4本やりたいと思います。まずは水平もしくは斜め45度に抜く方法です。左に抜けます。右に抜けます。次に上に抜ける方法をやります。左上、右上、